俺だってお前をこんな場所に閉じ込めたくはない。お前には無限の可能性がある。その未来を奪うのは実に惜しい。無意味な幻想など捨ててしまえ。これ以上待っても無駄だ。勝ったのは俺だ。勝者のそばにいる方がこれからは全てを二人で見届けよう。朝食をも…昨日の夜からごめん。6時頃には船のキッチンを。安心して。実はこの楽器中に、でも君が会いたい。最近前に言ったことを。天気もいいことだ。
いや。いきなり触れてしまう。泳ぎは得意だけど。レディ。次の入試では。ああ。ほん。これさ。もしかして。そうか、残念。貸してやるよ。遠慮はいらない。そこにいるのかい？ああ。こちらは、自己紹介。今日は海入学おめでとう。それに関しては明日にはそうか漫画のことだけど。正面にここが法学部の学部棟ちなみに俺も法学部平和と正義の化身って感じがするだろ。こっちは音楽学部の学部棟。見よこの芸術的な雰囲気を。前を通るたび清らかな音色が俺の魂を震わせるんだ。そう、自分が風に揺れる一輪の蘭になったかのような気分になれる。天文台は山の上にあるから。ちなみにこの学院の創始者である他の大学にもあると思うけど、まあまあそんな怖い噂も大したことないさ。例えば3日後に。どういたしまして。し、皆までお願い、後輩ちゃん。他の人、特に会長には絶対言わないで。じゃないと俺。そんなの決まっ。見えるはずのない海の果て、そこに沈む光すらも君は描き出すんだね。
やっぱり俺って頼りになるだろう。はじめまして。隣にどんな子が来る？お話しやすそうな子。そうだ、そうなの？ごめんね。入学手続きは